神様の住む森。最後に寄ったコンビニからどれくらい車を走らせただろうか。慣れない山道に冷や汗をかきながら、私はようやく大叔母の残した家にたどり着いた。庭の端に車を止めて外に出ると、途端にセミしぐれが押し寄せてくる。うっそうと生い茂る濃い緑に囲まれて、クリーム色の洋館が立っていた。大叔母がこだわって建てたもので、20世紀初頭のアメリカ建築を参考にしたという。そう言われてみれば、建物の前面に立つ4本の白い柱は、ホワイトハウスを彷彿とさせる。2階建ての、一人で住むには広すぎる館だ。前庭の芝生はきれいに刈り込まれ、白いテーブルセットの上にもゴミは落ちていない。大叔母が亡くなって半年以上が経っているのだから、きっと生前頼んでいたというお手伝いさんが手入れをしてくれたのだろう。屋敷の後ろには森が広がっていた。この森が気に入って土地を買ったのだと、以前大叔母から聞いた覚えがある。木々は伸び伸びと枝を広げ、微妙に違う緑色の膨大な重なりが天描のようで美しい。洋館はこの森に強引に食い込むようにして立っていた。東京と地続きの場所だというのに、ここはまるで別世界のようだ。私は少しの間、美しい館を見上げたまま庭に佇んでいた。この中で、大叔母が自らの命を絶ったことを考えると、やっぱり中に入ることに抵抗を覚えてしまう自分がいる。それでも、私はどうしてもここに住みたかった。大叔母の暮らした家で、彼女と同じように絵を描いて暮らすことは、私にとって抗いがたい魅力を持っていた。車からボストンバッグと大きなトランクを取り出す。玄関の扉を開けると、ムッとする空気が私の顔に押し寄せた。封じ込められていた熱気を受けて、今が夏の盛りなのだということを私は改めて思い出す。都心より標高が高く、森の木々に囲まれた庭は、都会の夏とは比べ物にならないほど過ごしやすかったのだ。靴のまま中に入ると、そこは広い廊下だった。玄関の上の飾り窓から入る光が、木目の美しい床に反射している。外の森に合わせたような、深い緑色の壁紙。吹き抜けになった天井からは、大正ガラスのランプシェードが垂れ下がっている。奥に2階への階段があり、その横にドアが一つ見えた。ここに来る前、私は何度も見取り図と洋館の写真を見ていたが、やっぱり実物はまるで違う。私はため息を漏らしていた。やっぱり、ここを相続できてよかった。廊下の左には2つ、右には1つドアがある。私は右のドアの前に立ち、深く深く息を吸い込んだ。一番最初、まだ日のあるうちにこの部屋を開けなければ、もうずっと開けることができない。そんな気がしていた。時計の針は午後4時半を指している。夏の日没は遅いとはいえ、油断しているとすぐに日暮れがやってくるだろう。よし。細かなツタの装飾のついたドアを開け、私は部屋の中に入った。広い空間だった。2階までぶち抜きの高い天井から、換気扇の大きなファンがぶら下がっている。
部屋の奥にはまだ白いキャンバスが無造作に積み重ねられ、イーゼルがいくつも壁に立てかけられていた。隅っこに押し付けられるように簡素なベッドが一つ置かれている。その横に小さなサイドテーブル、そして観音開きの黒くて重そうなタンスが一さをあった。タンスの横には高いところの窓や換気扇の整備に使われていたらしい脚立が畳まれている。絵を描くスペースと家具が置かれているスペースを分けるように壁が一部分せり出し、そこから天然木の太いカモイが伸びている。古びて黒くなった木の表面に一箇所削れて色が明るくなっているところがあり、私はそのあたりをなるべく見ないようにした。窓際に大きな背もたれのついた木の椅子がポツンと置かれ、あとはほとんど物がない。大葉がなくなった時はあの椅子の上に新品のスケッチブックと鉛筆が置かれていたと聞いたけれど、それらの小物は片付けられてしまったらしかった。建物のおよそ半分がこのアトリエに割かれている。現代美術の大家として名を成した大叔母は晩年のほとんどをこの部屋で過ごした。そして今年の1月、当時75歳だった彼女が自ら命を絶ったのもこのアトリエだったのだ。私はサイドテーブルの引き出しを開け、そこが空であることを確認してから今度はタンスを開けた。防虫剤の匂いが鼻をつく。何着か下がっている服の間に私は見覚えのあるピンク色の薄いロングドレスを見つけた。うわ、聖火の服だ。そう言いながらハンガーを外してドレスを手に取った時、ドレスの裾がどこかに当たったのだろう。床にパサリと何かが落ちた。封筒だった。表に、トウコちゃんへと書かれている。私宛てだ。私は手紙を拾い上げながら、絵を描いている大叔母のどこか魔法使いめいた顔を思い出していた。トウコちゃんへ。あなたがこの手紙を読んでいるなら、私の相続は遺言書通りに済んだのでしょう。私が死んだら他のものはどうでもいいけど、私が最も愛したこの家だけは、トウコちゃんにあげようとずっと思っていました。なぜって私の親戚の中で、私の財産だけを見ずに、私の絵を見てくれるのはあなただけですから。トウコちゃんも知っての通り、私はここの森がとても気に入って、この土地を買いました。この森は特別な場所で、神様が住んでいらっしゃるのです。神様といっても、神社や教会で祀られているような神様ではなく、もっと原始に近いものです。人間に優しいばかりではないのです。ですからこの土地で暮らす以上は、ルールを守らなければいけません。一つ。日が暮れたら、家の外に出ないこと。夜は、神様が森の中を歩く時間です。二つ。もし外にいるうちに日が暮れてしまったら、無理に森に入らず、近所の家に泊めていただくこと。私が日頃の世話をお願いしている永井さんのお宅なら、心よく止めてくださるでしょう。三つ。それでも外に出てしまった時のために、よく覚えておいてください。日が落ちてから外にいる時に、太い弦を弾くような音がしたら、
神様が近くにいらっしゃいます。絶対に後ろを振り向かず、ゆっくり歩いて家に戻るのです。走ってはいけません。あなたが走れば、相手も走るのですから。四つ。家の中にいる時でも、夜はしっかりとカーテンを閉め、外を見ないようにしてください。呼びかけてくる人がいても、無視してください。それは人ではありません。大場からの手紙は、そこで終わっていた。妙に尻切れとんぼな手紙だな、という印象だった。封筒の中を探してみたが、便箋はおろか、紙切れ一枚すら入っていなかった。裏も真っ白だ。封筒にも、宛名以外のものは書かれていない。ほとんど、神様の話じゃない。私は思わず、そうつぶやいた。この森に住む神様の話なんて、大場からは一度も聞いたことがない。ここに家を建てたのは、単に人里離れた静かな美しい森の中で暮らしたかっただけであって、神様がいるなんてことは、生前の彼女は一度も口にしたことがなかった。少なくとも、私の前では。私は手紙を元通り封筒にしまうと、タンスの中に戻した。正直、どう処理したらいいのか、わかりかねたのだ。それよりも、ピンクのドレスの方が気になった。私はタンスの中から、さっき見つけたドレスを取り出した。これは大叔母が、まだ40代の時、自画像を描くためにあつらえたものだ。色白の大叔母は、年をとっても明るいピンク色がよく似合う人だった。ドレスのデザインは、明治末期の夜会などに用いられた衣装を参考にしたと聞いている。思えばこの家といい、ドレスといい、大叔母は明治から大正あたりの古いものが好きだった。私はその、夏の盛り、聖火というタイトルの自画像が好きだったので、自然と描かれたドレスにも憧れがあった。一度もうまくいかなかったけれど、美大時代には何度か似たような絵を描こうとしたものだ。ドレスをハンガーから外して肩に当ててみると、どうやら着られそうだ。試しに着ていた服を脱いで、ドレスを身につけた。後ろのジッパーも何とか一人で上げてから、タンスの扉の内側についた鏡に自分の姿を映してみた。おー、いいじゃん。大叔母と私は体型が似ているので、ドレスはなかなかいい具合にフィットした。ついでなので、ポーチからヘアピンを出し、髪をシニョンに結い直した。我ながら少しあの絵の大叔母に似ているような気がする。楽しい。やったことはないが、コスプレが楽しいというのは、こういう気持ちのことではないだろうか。私はその格好のまま窓辺に座り、屋敷の中を歩き、そして庭に出てみた。いつの間にか日暮らしが鳴いていた。夏の長い日が暮れ始めている。暑さがなお和らいで、庭には涼しい風が吹いていた。私は庭のテーブルセットに腰掛けて屋敷を眺めた。今日からここが私の家だ。園田先生。突然、道の方から男の声がして、私は飛び上がるほど驚いた。振り向くと、私と同年代の男性が、同じくらい驚いていそうな顔をして立っていた。
長身でがっしりしていて、地味だけど爽やかな印象の人だった。え、ああ、違った。びっくりした。失礼しました。彼はそう言うと、丁寧に頭を下げた。いえ、こちらこそ。恥ずかしかった。こんな格好をしている時に、まさか他人に会うなんて。私も急いで椅子から降りて頭を下げ、少しの間、二人でお辞儀の競争をしているような格好になった。男性は、永井康介と名乗った。永井さんって、大場がお手伝いをお願いしていた方ですか？そうです。実際にいろいろやっているのは僕の父ですが。僕は新しい持ち主の方がいらしたと聞いたので、挨拶に伺おうと思って。そうだったんですか。私、君島透子と申します。園田文江は私の大場です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それじゃあ、今日はこれで失礼させていただきます。和やかに話していたのに、なんだか強引に話を切り上げられた気がした。不審に思ったのが顔に出てしまったのだろうか。永井さんは少し頭を下げた後、温和そうな顔に急に真剣な表情を浮かべ、こう言った。君島さんも早く家に入ってください。この森の近くじゃ日が暮れたら外には出ないんです。神様がいらっしゃるんですか？手紙の内容を思い出して私が言うと、彼はまた驚いたようだった。でもだからといって私を問い詰めたりはしなかった。それほど時間が惜しいらしかった。ええ、そうです。早くお帰りください。僕も失礼します。では、と会釈して永井さんは立ち去った。途中で一度彼が振り返ったので、私はふと叱られたような気持ちになり、慌てて家の中に入った。次の日は日曜日だった。午前中に引っ越しの荷物が宅配便で届き、私は片付けに大あらわとなった。午後1時過ぎにチャイムが鳴ったので出てみると、昨日会った永井さんが立っていた。昨日は失礼しました。お引越しどうですか？ええ、なんとか。すみません、こんな格好で。私は汚れた T シャツに色の冷めたデニム、そしてすっぴんの自分を恥じた。おまけに大汗をかいている。とても好みのタイプの男性に見せたい格好ではなかった。とんでもない。引っ越し作業中におしゃれしてる人なんかいませんよ。永井さんはそう言って笑った。嫌味のない笑顔だった。そういう彼もくたびれた T シャツにジャージ姿、首にはタオルを巻いている。よかったら何かお手伝いしますよ。お嫌でなければですが。いいんですか？もちろん。本当はうちの親父が来るはずなんですが、腰を痛めちゃいましてね。お前代わりに行ってこいって言うもんですから。なあ、遠慮しないでくださいね。実は園田先生から年明けに一年分のお手当をもらっちゃってるんですよ。はあ。私は一瞬、この男性が永井家とは何の関係もない、こそどろか何かだったらどうしようと考えた。でもすぐに、まあいいか、と思い直した。建物こそ立派だが、金目のものは相続で分けてしまったから、取られるようなものはほとんどないのだ。
それよりも私は話し相手に飢えていた。この家での夜はあまりに静かで、まだ環境に慣れない私にはあまりに寂しいものだった。おまけに大叔母はテレビを持っておらず、ネットの回線すら引いていなかった。じゃあ、お言葉に甘えて。それじゃあ、お邪魔しまーす。それから永井さんはよく働いてくれた。彼は隣町の小学校の教師で、私と同い年の29歳だという。私たちは話があって、作業をしながらいろいろとおしゃべりをした。昨日は驚いちゃいましたよ。食器の入った重い箱を開封しながら、永井さんが言った。園田先生、よくあのドレスを着て庭を散歩してらしたんですよ。だから昨日は先生が戻って来られたのかと思って。いや、亡くなられたのはもちろん知ってるんですけど。そうだったんですか。大叔母ってご近所の方にはどんな感じの人でした？そうだな。有名な芸術家だっていうから、てっきりすごく変わった人だと思ってたんですよ。そしたら、意外にきちんとした人で。こんなこと言ったら失礼ですね。いえ、そういうことよく言われるって昔言ってました。本人は、意外としっかりしてるんですねとか言われるの嬉しかったみたい。そうなんですか。まあ、こんな偏僻なところに家建てたところなんかは変わってらしたかな。ああ、あと時々、この辺の農家の手伝いをされてましたね。大叔母が、ですか？作物ができる過程を体験したいっておっしゃってましたよ。知的好奇心の旺盛な方でしたね。私の知らない大叔母の一面が初対面の彼の口から出てくるのは、なんだか新鮮なような、悔しいような、妙なものだった。話しながら作業をしているうちに、一人暮らしの私の荷物はどんどん片付いた。四時過ぎに長井家のお母さんが差し入れを持ってきてくれた頃には、私たちはエアコンの効いた食堂でくつろいでいた。お父さんの世話をしんといけんから先行けるけど、康介も日暮れまでには帰れしね。鉛の強い言葉遣いでそう言うと、お母さんは何度も振り返りながら帰っていった。やっぱり随分日没を気にしているようだ。私は永井さんに尋ねてみた。実は、大叔母からもらった手紙に神様のことが書いてあったんです。実際日暮れになると何か起こるんですか？それはね、神様が外に出てきてこの辺りの森をうろつくんです。永井さんはまるで当たり前のような顔をして答えた。神様に出くわすと恐ろしいことになるって昔から言われてましてね。だから皆日暮れの前に帰って家にこもるんですよ。その、神様って何ですか？なんだか森に危険な動物でも出るみたい。口に出してしまってから失礼な言い方だったかなと後悔した。この辺りで信じられているらしい神様のことを茶化したように聞こえたかもしれない。幸い永井さんは気を悪くした様子ではなかった。柔和な笑みに帰還期の生徒に向けるような笑みを浮かべて、私にそんなものだと思っていればいいですよと言った。そんなものって
どういうことですか？大場は。私はふと、あまりに荒唐無稽な話をしているような気がして、続きを話すのを少しためらった。その、手紙に変なことを書いてたんです。弦を弾くような音がしたら、振り返るなとか、走ったら追いかけてくるから、走るなとか。永井さんの顔をちらっと見ると、彼は私の話を馬鹿にする様子もなく、うんうんとうなずきながら、こう言った。じゃあ、実験してみますか。実験？君島さんはどうもピンときておられないようだから、一度体験してみた方がいいかもしれません。冗談みたいというにはあまりに真剣な顔で、彼は私に提案した。が、ふと困ったような笑顔に変わって、ああ、でも、そしたら僕、家に帰れなくなるんで、もし本当にやるなら、止めていただけませんか？女性の一人住まいのところに、申し訳ないんですが。と気まずそうに言った。その態度に、かえって真実味を感じた私は、つい深く考えもせず。客間があるので大丈夫です。それで実験って何をするんですか？と答えていた。もしもし、母さん。俺だけど今日遅くなりそうだから、君島さんに泊めてもらうから。違う違う。変なこんなんかしないよ。客間に泊めてもらうから大丈夫。え？うん、神様のね。ちょっと怖いからって。うん、それじゃあまた。どうやら永井さんは家族と話すと訛りが出るらしい。スマートフォンでの通話を終えると、すみません。君島さんが神様の話を聞いて怖がってるから泊まるってことに勝手にしちゃいました。と言って頭をかいた。いいですよ、そんなこと。と私は笑った。6時半を過ぎた頃、私たちは家中のカーテンを閉めてから庭に出た。永井さんは念のためと言って、窓の鎧戸を閉めて回った。太陽はもう森の木々の彼方に沈んで、空が青の濃さを増していた。この辺りにこうやって立ってみましょうか。永井さんは庭の中央に、家の方を向いて立った。私も彼の隣で同じ姿勢をとった。これから何をするんですか？何もしないんです。待つだけです。懐かしいな。永井さんは口ではそう言ったものの、顔は全く笑っていない。僕が10代の頃、これが子供らの間で度胸試しとして流行ったことがあったんです。いいですか。絶対に振り向かないでください。どんな音がしても、誰に話しかけられてもです。私は唾を飲み込んだ。わかりました。私たちはしばらく黙ってその場に立っていた。屋敷の屋根越しに森の木々が風に揺れるのが見えた。うっそうと茂った夏の木々の匂いが、ざわざわという外れの音とともに、私たちの周りを取り巻く。半袖の腕に、夜の空気が少し冷たい。この辺りの夏は、都会の夏とは全く肌触りが違う。
空の色がどんどん濃くなっていく。このままの色をキャンバスに残せたらいいのに、と考えていたとき、背後で音がした。ピーン。太い弦を弾くような音だ。振り返らないで。永井さんが言った。そのまま玄関までゆっくり行きます。私たちは足を踏み出した。草を踏む音が私のスニーカーの下で小さくなった。同時に私たちの背後、おそらく森の中から、ドンと重たい音が聞こえた。私たちの後ろに何かがいる。振り向かないで。永井さんがもう一度言った。限りなく長い数歩だった。私たちはゆっくりと玄関に向かった。ドンという音は、私たちの歩く速さに合わせて鳴っているようだ。私のこめかみから汗が一筋流れ落ちた。ようやく玄関に手が届いた。ドアを開けると私たちは中に転がり込んだ。後ろ手でドアを閉める。私たちは二人揃って、ふぅと大きなため息をついた。もう振り返っていいですか？ドアを閉めましたからね。大丈夫ですよ。永井さんは私にぎこちなく笑いかけた。でも窓の外は見ないでくださいね。びっくりしました。まさか本当に。その時、すぐ外から年配の女性の声がした。こうすけ、いんだけ？それはさっき会ったばかりの永井さんのお母さんの声だった。私の心臓がドクンと跳ねた。こうすけ。永井さんが私の腕を掴んだ。いつの間にか私の右手が玄関のドアノブにかかっていたのだ。母じゃありません。彼は強い口調で言った。絶対に母じゃありません。母も父も日が暮れたら何があっても外には出ません。私たちは食堂の隣の小さな部屋に隠れた。そこは一時期住み込みのお手伝いさんが使っていたという質素な部屋だったが、とにかく玄関から離れて落ち着く場所が欲しかったのだ。締め切ったカーテンと鎧戸の向こうでまた、いいんだけーと呼ぶのが聞こえた。肝試しが流行った頃ね。ベッドに腰掛けた永井さんがつぶやくように言った。信じてもらえないかもしれませんが、本当におかしくなっちゃった奴がいたんです。そいつの部屋、一箇所だけ障子が開いてました。きっと窓の外を見たんです。それから皆やめましたと話すのを私は古いアームチェアに座って聞いていた。永井さんのお母さんの声はその後もしばらく家の周りをぐるぐると回っていた。永井さんとの実験はここでの生活に暗い影を落とした。私は真夜中に何かに追われる夢を見て目覚めることが増えた。
それでも私は大庭の家に住むのをやめなかった。確かにあの得体の知れない神様は恐ろしい。もしも永井さんの話が本当なら、少なくとも森の中に得体の知れないものがいることは体験した。見ただけでおかしくなってしまうような何かが、この森には住んでいるということになる。特にこの家は、その森に包まれるように建てられているのだから、私など半ば森の中で暮らしているようなものだ。それでもここに住み続けることにしたのは結局、日没までに家に帰って外を見なければ、何の問題もないということが分かったからだった。神様の剣を除けば、私は会社員時代に煩わされたあらゆる問題から解放されていた。朝、無意識のうちに玄関から動かなくなる足を無理に引きずり、泣きそうになりながら出社することも、泥のように疲れて帰宅した夜に、窓越しに聞こえる隣人のバカ笑いに悩まされることもない。切り詰めれば、少なくとも三、四年は働かず、好きなことだけをして暮らしていくことができるのだ。私は、かつて大庭がそうやっていたように、一日のほとんどを絵を描いて過ごした。最初のうち、それは私にとってかけがえのない喜びだった。描きたいものはたくさんあった。森では水ならや楓などの広葉樹がのびのびと枝を伸ばしていたし、木漏れ日の下のテーブルセットは何も載せなくてもそれだけで美しかった。木々の間から見える夏空も、真新しい綿を重ねたような入道雲も、キャンバスの上に表したいものはいくらでもあった。まだ涼しい早朝、私はあのピンクのドレスを着て、長い裾を持ち上げながら森を散歩した。それは私にとって大葉のような絵を描くための儀式だった。大葉のやりたそうな行動をとることで、彼女が持っていた天才の一部が、私に流れ込んでくるような気がした。散歩を終えると、私はイーゼルに向かった。いつの間にか、私は食堂の横の小部屋ではなく、アトリエのベッドで眠るようになっていた。家事は最低限しかやらず、廊下の板張りの床は、この家に到着した日のように、綺麗ではなくなった。いつもなんとなく埃っぽく、歩くと細かい砂粒がかすかな音を立てた。買い物はほとんどオンラインで済ませるようになり、ここに住むにあたって購入した中古車は庭の隅で葉っぱに埋もれていた。最初の10日ほどで20号のキャンバスいっぱいに葉をたくさん茂らせた水ならの木と、その間に見える空を夏らしくコントラストの強い色合いで描き上げることができた。私はその絵をアトリエの真ん中に置いて眺め、なかなかいい出来だと思った。乾くまでに5日くらいはかかりそうだったので、絵はそのままにしてベッドに転がり、凝った手足を精一杯伸ばした。まだ日は高く、体には油絵の匂いが染みついていた。しかし泥のように疲れていた私は、ついそのまま寝入ってしまった。次に目覚めると、もう夜になっていた。電気をつけていない室内は暗かった。針についた白っぽい跡が、月明かりに照らされてぼんやりと見えた。あれは大葉の死の痕跡だ。針にロープをかけ、脚立に乗って首を吊った跡なのだ。窓の外で、ビーン
という音が鳴った気がした。カーテンを開けっぱなしだったことに気づいた私は、タオルケットを頭からかぶって目を閉じた。大叔母は向上心があって、絵を描くことを愛していた。皆が大芸術家の奇妙な行動の一部のように、大叔母の自殺を取り扱ったけれど、私は彼女が自死を選ぶような人には思えなかった。でも、大叔母は死んだ。自ら首をくくって、まっさらなスケッチブックを残して。そこには、何か原因があるはずだ。知的好奇心の旺盛な方でした。永井さんは大叔母のことをそう評した。私もそう思う。見るなと言われて我慢できたはずがない。きっと大叔母は神様を見たのだ。そして自殺した。ビーン。また音がした。さっきとは別の方向からだ。今外を見れば、私にも神様の姿が見えるかもしれない。でも私はそうしようとはしなかった。大叔母のやったように行動したい気持ちと、得体の知れないものを恐れる気持ちとでは、後者の方がずっと強かった。またいつの間にか眠っていた。気がつくと朝の6時近くだった。もう外は明るくなっている。私は起き上がると書きかけた20号の絵の前に立った。改めて見ると、成果とは比べ物にならない、くだらない出来に思えた。私はパレットを手に取り、あるだけのチタニウムホワイトの絵の具をひねり出すと、一番太い筆で、まだ乾いていない絵を白く塗りつぶし始めた。気がつけば、8月が終わろうとしていた。この家に引っ越してきてからおよそ1ヶ月。完成した絵はまだ1枚もなかった。その日は午後になっても鉛筆一本握る気にならなかった。風が涼しくなってきたので、私は生花のドレスを着て庭に出た。テーブルセットに腰掛けてぼーっとしていると、永井さんが訪ねてきた。少し見ない間に日に焼けて、前より快活そうな印象になっていた。今年最後の桃だそうなんで、お裾分けに来ました。うわぁ、いい匂い。ありがとうございます。椅子から立ち上がり、ビニール袋を受け取ってお辞儀をする私を、永井さんは不思議そうに眺めていた。君島さん、よくその服着ておられますね。彼に指摘されて初めて、私は自分のピンクのドレス姿を思い出し、おかしな格好で外に出たことを後悔した。何せ顔に塗っているのは日焼け止めだけで、あとはノーメイクだ。髪だけは丸くまとめたが、それも適当にセットしたせいで崩れてきている。足元に至っては動きやすい普通のサンダルを履いていた。夜会用の服に合わせるには、あまりにも不釣り合いだし、第一何でもない日中に一人でドレスを着ているところからしておかしい。すみません。変な格好で。私は赤くなって頭を下げた。そういえばこの家に初めてやってきた日も、こうして彼の前で自分の格好を恥じたものだった。永井さんは空いた手を振り、いやいや、似合いますよ、と慰めてくれた。でも、暑くないですか。
その服。いえ、見た目ほどは。お恥ずかしいです。大場みたいな芸術家の気分をちょっと味わってみたくて。なるほど。そういうのありますよね。永井さんはゆっくりうなずいた。私はなんとなくこの新しい友人に自分のことを少し打ち明けてみたい気がした。そうすれば煮詰まっていたものがなくなっていい絵が描けるように思ったのだ。私、大場みたいになりたくて美大に行ったんですけどね。点でダメでした。私は桃の入ったビニール袋を掲げ、テーブルの横に突っ立ったままそう話し始めた。画家で食べていけるほど才能がないと分かったけど、絵に近い仕事がしたくて勉強してグラフィックデザイナーになったんです。大違いでした。デザイナーは自分が描きたいものを描く仕事じゃなくて、クライアントが欲しいものを形にする仕事ですから。私は永井さんの顔をちらっと見た。彼は口を挟まず、私の話を笑いもせずに、ただ黙って聞いてくれていた。私は安心して続きを話した。おまけに、私が就職したところが結構ブラックな会社で、どんどん自分の時間がなくなって、仕事以外の絵が描けなくなって、このままだと体壊すかもって時に、大場がなくなって、この家を相続したんです。この家に住んで大場のように過ごしていたら、あんな絵が描けるかと思ったけど、やっぱりそれもダメでした。全然描けないんですよね。大場と血がつながってるはずなんですけどね、私。私が口をつぐむと、タイミングを測っていたのだろう。永井さんが口を開いた。僕は芸術はよくわかりませんが、園田先生と同じ絵を描くなんて誰にもできないんじゃないですかね。園田先生は園田先生、君島さんは君島さんですよ。ああ、でも身内にそういう人いるといろいろ言われますよね。永井さんはそう言って冗談っぽく笑った。例えば僕の曽祖父は旧日本軍のパイロットで勇敢でおまけにハンサムだったらしいんですが、僕はちっとも似てなくてね。実はゴキブリが怖くて退治できないんです。まだありますよ。おじは東大を卒業したけど、僕は地元のしがない国立大。年の近いいとこは、綺麗なお嫁さんをもらって、一戸建てを建てました。でも、僕は、いい歳して嫁さんどころか、彼女もなし。家を建てるどころか、未だに実家で暮らしてますよ。永井さんはちゃんとしてるじゃないですか。教師なんて大変な仕事ですよ。私は彼のことを本心からそう思っていたので、急いで否定した。永井さんは私に、君島さんだってちゃんとしてますよ、と微笑んだ。僕も君島さんも、他人と比べて卑下することなんかないですよ。おっとりとそう言われて、私は何も言い返せなくなってしまった。
叱られた子供のように立ちすくむ私を見て、永井さんは慌てたようだった。あ、いや、失礼しました。お説教するのが仕事なもんだから、つい偉そうな口を聞いてしまって。そう言って、すみません、もう戻らないと、とキビスを返そうとした。いえ、ありがとうございました。私は頭を下げた。彼は片手を上げてちょっと会釈をし、足早に帰っていった。私は永井さんを見送りながら思った。永井さんは才能があるな。人の話を聞く才能。たったこれっぽっちの会話で、一月も悩んでいたのが嘘みたいに心が軽くなっていた。私は手元に残ったビニール袋を覗き込んだ。形は良くないが、新鮮な色合いの桃が二つ入っている。なんとなく嬉しい気持ちになって、私は意味もなく桃に微笑みかけた。やっぱり話を聞いてもらってよかった。と思った。何かが少しずついい方向に進み始めたような気がした。私はキッチンに桃を置くと、そのまま裏口から外に出た。森の中をあてもなく歩いた。見上げると複雑に重なった枝葉の向こうに、少し明るさを落とした青い空が見えた。日暮らしが泣いている。どこか懐かしく、胸が苦しいほど美しい風景が広がっている。やっぱりこの景色を描きたいと思った。園田文江のような絵ではなく、私自身の絵を描きたい。何年かかってもいい。それが、できるなら。私は夢中で青みを増していく空を見ていた。そのうち涼しい風がふっと頬を撫でた。いつの間にか日没が近づいていたことに私はようやく気づいた。振り返ると木々の向こうに屋敷の屋根が見えた。さほど遠くではない。急いで帰ろうと、キビスを返す。その時、ピーン。音がした。全身に鳥肌が立った。とっさに振り返りそうになるのを必死でこらえ、私は両方の拳をぐっと握った。日はすでに沈んでいたのだ。空がまだ明るかったので気がつくのが遅れてしまった。不注意を後悔しながら足を一歩踏み出す。少し遅れて背後からドンと重たい音がした。私は唾を飲み込んだ。鼻からゆっくり息を吸って口から細く吐く。足を踏み出す。その時、後ろから声が聞こえた。どうこちゃん。背中を冷たいものが走る。大おばの声だった。どうこちゃん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 。絶対に振り向かない。私はまたゆっくりと一歩を踏み出した。うっかり転ばないように一歩一歩。引き止めるように夏草がドレスの裾を引っ掛ける。少し荒っぽく引っ張って私は前に進んだ。また後ろからドン
と音が響いた。足の下の地面がかすかに震えたような気がした。前の実験の時とは状況が違う。私は心から今ここに永井さんがいてくれたらと思った。喉がカラカラだった。早く家に帰らなくては。全身に汗が吹き出し、夜風が冷たく吹き抜けた。夏だというのに、やけに寒い。いつの間にか日暮らしの声はしなくなっていた。昨夜はうるさいほどだったスズムシの合唱も聞こえない。異様に静かな森に、大叔母の声が響く。とうこちゃん。私は黙って歩を進めた。やがて目の前が開け、私は屋敷の前の庭に立っていた。いつの間にか空の色が暗くなり、夜の気配が濃くなっている。満月になりかけの月が、木立に覆われた庭を明るく照らしていた。喜びのあまり走り出しそうにある足を押さえて、私はゆっくりと進んだ。まだ背後には何者かの気配がある。でも、家まではあとほんの少しだ。一、二、三、四、と数えながら、私は家の前の階段を登った。白い柱の間を通り、私はようやく玄関にたどり着いた。ほうと長く息を吐いて、ドアノブに手をかける。その時、君島さん、永井さんの声がした。永井さん。私ははっとして声の主を探した。月光に照らされた庭、黒々とした木立、無人のテーブルセット。誰もいない。その時私は自分が後ろを振り返っていることにようやく気づいた。森と庭の境目に明らかに人ではない大きさの何かが立っている。次の瞬間、それは恐ろしい速さで私に駆け寄ってきた。何もかもわからなくなる直前、私はその巨大な嘆願に玄関に手をかけて、半ば振り返った私自身の姿が映っているのを、まるで絵画を見るように眺めていた。